あなたの見た通り、最後の重要なドロップ。ええ、いいことを一つ教えてある。細かいことを気にしないで、あなたが唯一で一番重要な変数よ。そうね、ヒーローの誕生はいつだって大きな災難を伴う。この世界が救うに値するかはあなた次第。事前に体験する時間を提供するわ。さて、破滅寸前の最後の40分を迎える準備はできた。夢だと認識しても構わない。その中で運命の手がかりを探してもいい。チームベッカーキットに次ぐドロップポイントを守り抜け。君たちは近くで防雷。了解。防御も調査。弥生ね、アスラ、トリス、早く。これは一体、体が震えているし。シロ、防御モード承知しました。すぐ。投降三台。調査官を守ってください。やったー。お願い、入れてー。助けてー。これ調査官。ど調査官。みんな、あともう少しよ。お願い。助けてくれて。お待ちください、見知らぬフェリニアンス。うーん、私早くしてくれない。見つけた。了解、戦闘準備完了。エモチームに初心者の存在を検知。戦闘ガイドモードオン。調査官、相手の方が数的有利です。攻撃意図を観察してください。今日会ったばかりの者のために己を犠牲にするつもりかね。耳を出さないで。彼を止めないとみんな死ぬわよ。は、残念だ。はったりじゃないぞ。あら、痛い。調査官、気をつけてください。想像以上に手強い。だが、まだ終わっていないぞ。このままじゃ拉致が開きません。まとめて片付けます。エモーションエネルギー補充完了。灰になります。彼女はひどい怪我をしています。連れ戻して治療をしてあげてください。心配しないで。はい、
製造。アイコは調査官と。でも急いでください。敵はすぐに目を覚まします。一刻も早く防御モードを起動させてください。皆さんを助けるにはそうするしかありません。わかった、早く行こう調査官。あ、いた。その程度のお詫びじゃ全然足りないわ、あたしの調査官。わざわざここで待っていたのよ、あたしの調査官。調査官、シロたちが戻ってきた。あれ、こいつ、調査官から離れろ。う、異常濃度のエモーション粒子を検出。あら、バレちゃったわ。でも、もう遅いわよ。しまった、開花によってドロップポイントが汚染された。あんたが開花汚染を起こしたの。外のあいつとグルなんでしょ。なかなか賢いね。じゃあ無駄話はやめて、あなたたちの実力を見せてもらうわ。かわいそうなあなた、さあ最後のパーティーに参加しよう。メイドの戦闘力を甘く見ないでね。ダメージは予測範囲を超えました。命の恩人たちにちゃんと感謝しないとね。耳を貸すな調査官、アイコが仇を取る。有利属性のスキルを選択すれば予想外の結果が得られるかもしれません。ああ、なかなか強いじゃない。ハニー、あなたとミスター・ケイトの秘密を教えてくれたら許してあげるけど、どうかしら。あんなド変態と手を組むより私を選んだろ。あら、わからないの。そうなのね、一番大切な鍵なのに自分自身のことを何も知らないなんて本当にかわいそうね。残念ながら私には鍵はいらないの。だからチャージ完了、攻撃指令を出してください。はっ、エモーションエネルギーに包まれながら共に死に向かいなさい。調査官、危ない。エネル調査官、ご心配なく。戦闘員たちにはすでに状況を伝えました。もうすぐ到着。ああ、残念。パーティーはここまでみたいね。全員、死んじゃえ！予知夢の通り、残り136日。夢だと認識しても構わない。その中で運命の手がかりを探してもいい。最後の重要なドロップポイントが爆破された時、人とフェリニアスが共に築いたこの新海市は地図から消える。ヒーローの誕生には必ず大きな災難が伴う。この世界を救う価値があるかどうかはあなた自身が決めることだ。
電話に出るのが遅い。まだ寝てるわけじゃないだろうな。ストームアイ配属初日に遅刻か。今すぐベーカーストリートに来い。やっぱり寝てたのか。調査長の身内なのに初日に遅刻するとはどういう了見だ。恥をかかせるな。お前の言い分はどうでもいい。遅刻でもしたら内勤に転属させるぞ。最後の重要なドロップポイントが爆破された時、人とフェリニアスが共に築いたこの深海市は地図から消える。配属に必要な書類はリビングのテーブルの上にある。サインを忘れるな。つい先ほど深海市気象局と環境局からレベル B の警報が発令されました。一時的に進路を変えた熱帯低気圧の影響で市内は突然の大雨に見舞われました。クリア。調査官であることを確認。電源供給を開始。ここはナンバー 021S ドロップポイント、ベイカーキャットレストラン。ストームアイ調査所支部としてチームベイカーキャットの拠点です。私は調査官の AI アシスタント、ナンバー9001シロです。配属おめでとうございます、調査官。別格のユーモアセンスをお持ちのようですね、調査官。説明は不要です、調査官。 AI として人間の多様な言語スタイルを尊重しています。です、調査官。ドロップポイントの周りに貝が出没するのは普通のことです。
それらを相当することこそ私たちの役目。ご存知なのですか？どうやら配属前にかなり勉強したようですね。アスラ戦闘員はここにはいません。でも心配はいりません。ただいまエモーション武装の使用権限を解放しました。エモーションクリスタルで武装庫からエモーション武装を獲得し、直接戦闘を行います。ついてきてください。調査官の仕事量を本部にアップロードしたので、新しい任務。ミッション準備、クリアランスモードオン、チャージ完了。先ほど紹介した通り、獲得したエモーション武装は直接戦闘で使用できます。戦闘力を高めるために強力な武装は必要不可欠です。早く私のところへいらっしゃい。開花物が近づいてきます。それでは調査官、よろしくお願いいたします。掃除モードオン。ローラースケートの準備ができました。いつでも出撃できます。攻撃実行。素晴らしい指揮でした。調査官がいれば今後の戦闘任務について心配する必要はないでしょう。ええ、データによるとドロップポイントに駐屯する特別調査チームは通常のチームの2から3倍の戦闘任務が割り当てられます。そういえば、調査官はドロップポイントについてどこまで知っていますか？任務、無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。あまり心配しないでください。 AI アシスタントとして調査官を全力でサポートいたします。これからはウォームアップはバッチリ。参りましょうか。
掃除作業完了。予想以上に順調ですね。お疲れ様です、調査官。調査官、位置情報によると掃除モードオン。私の滑りを目に焼き付けるといい。行きます。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。モードオン。攻撃実行。私の滑りを目に焼き付けるといい。行きます。
調査官、これらのウサギぬいぐるみの会は。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。掃除ミッション準備、クリアランスモード。掃除ミッション準備、クリアランス。よしよし、いい子ね。わらわ、手伝うわ。マッサージするには脱がないと。私の一番欲しいウサちゃんよ。これからいっぱい可愛がってあげるわね。掃除ミッション準備、クリアランスモードオン。チャージ完了。ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。死にたくなければエリーを渡してとっとと消えろ。愛の犬ども、強すぎる。
任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。機能アップグレード完了。勝利のために。新曲もバッチリだわ。スケートシューズは完璧に調整された。新曲もバッチリだわ。勝利のために。機能アップグレード完了。武装情報が更新された。アップグレードが完了しました。さらにパワーアップしました。私の歌声は耳を澄まして聞きなさい。確かに予想以上に手強い相手だ。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。機械のことならアイコが知らないことはない。この患者たちは開花したのに。
ージモードオン。これは役に立ちそう。ターゲット弱点、ロックオン。掃除作業完了。はバッチリ。参りましょうか。しました。一緒に帰りましょう、調査官。
事量を本部にアップロードしたので新しい任務を。調査官っていつもか。更新された。これくらい装備が揃うと困難な任務もこなせるわ。これくらい装備が揃うと困難な任務もこなせるわ。これくらい装備が揃うと困難な任務もこなせるわ。調査官の仕事量を本部にアップロードしたので新しい任務を受ける準備をしておいてください。よしよし、いい子ねわらわが手伝うわ。マッサージするには脱がないと。